ビジャレアルクルブデフトボルは、バレンシア州、カステリオン・ケンビライ・コールレアルに、本拠地を置くスペインのサッカークラブチーム、プリメーラ・ディビシオンに属している。1923年に創設され、24,890人収容のエスタディオ・デラ・セラミカを、ホームスタジアムとしている。ビジャレアルとはスペイン語で、王の町という意味であり、その名の通りチームのエンブレムには、 王冠があしらわれている。ただし、この場合の王とは、アラゴン王国の王を指し、現在のスペイン王室ではない。そのため王冠のデザインも他のレアルを関するチームのものとは異なっている。しばしば成功したスモールクラブの例として引き合いに出される。エルマドリガル1923年3月10日、すべてのスポーツ、特にサッカーを奨励するために、 ビジャレアル CD が創設された。初代会長は、科学者のホセ・カルドゥチュアルメイラであり、その補佐として、銀行員のホセ・マルティネス・アギラールが、会計として、行政官のカルロス・カタラジュー・ホルダが就任した。スタジアムは、月額60ペセタで借用し、チケット金額は、成人男性0.5ペセタ、子供0.25ペセタに設定された。成人女性は、 自由な入場が認められた。同年6月17日、ビジャレアルのスタジアムが竣工し、CD カステリオン対セルバンテス戦がスタジアムの初試合となった。同年10月21日、ビジャレアルはカステリオンと初試合を行った。黎明期のユニフォームは白色のシャツと黒色のパンツであり、クラブ初のバッジの色を反映している。1925年にはスタジアムが、 エルマドリガルと命名された。1929年にスペインサッカー連盟が全国リーグを発足させ、プリメーラディビシオンを頂点にするピラミッド型のリーグシステムが構成されてからは、ビジャレアルは地域リーグに参戦した。1934から35シーズン、勝利クラブが全国規模のセグンダディビシオンに昇格する可能性があった戦いで、ビジャレアルは カルタヘナ CF に敗れた。翌シーズンのビジャレアルは地域リーグの最上位ディビジョンで優勝したが、その後スペイン内戦が勃発し、すべてのスポーツ大会は中止された。内戦は1939年に終結し、1950から51シーズンに地域リーグの最上位ディビジョンに昇格するまで、クラブは再び地域リーグの2部でプレー1942年、 クラブは CF ビジャレアルに名称を変更し、バッジの色も黄色に変更された。F は運動クラブでありチームのサポーターである、フォーゲトカースを表している。1954年、現在の名称であるビジャレアル CF に変更され、バッジも現在のものによく似たデザインが採用された。1955から56シーズンに優勝して、 全国リーグのテルセーラ・ディビシオンに昇格する前には、地域リーグの最上位ディビジョンで7位となり、2度4位となった。1960から61シーズンのテルセーラ・ディビシオンは14位で、地域リーグ降格となった。1966年夏に、現在のバッジが採用されると、1966から67シーズンには、地域リーグで優勝して、 テルセーラ・ディビシオンに復帰し、1970年には、クラブ史上を初めてセグンダ・ディビシオンに到達した。セグンダ・ディビシオンへの昇格初年度は、なんとか降格を回避したものの、1971から72シーズン終了後にテルセーラ・ディビシオン、降格となった。1975から76シーズン終了後、テルセーラ・ディビシオンから、地域リーグに降格したが、 翌シーズン終了後には再び、テルセーラディビシオンに昇格した。1986から87、シーズン終了後には、セグンダディビシオン B に昇格したが、1990年には18位で、テルセーラディビシオン降格となった。しかし2シーズン連続で昇格し、名称変更後初めてセグンダディビシオンに昇格した。 1992から93シーズンから1996から97シーズンは大抵順位表の回や中位に位置したが、1997年のフェルナンド・ロイグ会長就任が、クラブの大きな転機になった。ロイグ会長は就任会見で、3年以内にプリメーラ・ディビシオンに昇格し、いずれは UEFA チャンピオンズリーグに出場すると公約し、 1997から98シーズンには4位となってプリメイラ・ディビシオン昇格プレイオフに出場した。昇格プレイオフでは SD ・コンポステーラと2レグ制の試合を行った。ホームで行われたファーストレグには0から0で引き分け、アウェーのガルシア州で行われたセカンドレグも1から1の引き分けであったが、アウェーゴールルールによって、クラブ史上初のプリメイラ・ディビシオン昇格が決定した。 1998から99シーズンの開幕戦はリーグ発射レアルマドリードとの対戦となり、1998年8月31日にエスタディオ・サンティアゴ・ゴベルナベウで行われた。プリメーラ・ディビシオン昇格後初のホームゲームはレアルマドリード戦の翌週に行われたセルタデビー5戦であった。同シーズンは気苦労の多いシーズンとなり、18位に終わって、 セグンダ・ディビシオンに降格した。1999から2000シーズンは、セグンダ・ディビシオンを3位で終え、わずか1シーズンでプリメーラ・ディビシオンに復帰した。2000年に就任したビクトル・ムニョス監督は選手に攻撃精神を植え付けた。ディフェンスラインは高く保ち、前線からのプレッシングとオフサイドトラップを駆使し、ボールを奪ったら、すぐさまカウンターに転じた。 昇格初年度ながら7位に入り、UEFA カップ出場権まで、あと一歩の位置にたどり着いた。2001から02シーズンは、リーグ戦で15位だったものの、コパデル0ではベスト8となった。2002年夏には、UEFA インタートとトカップに出場し、FH ハフナルフィオルズール、トリノ FC、トロワ AC を破ったが、決勝で、マラガ c F に2試合合合合計1-2で破れた。 ムニョス監督は南米選手を中心に積極的な補強を観光し2003年夏に FC バルセロナからフアンドマンリケルメを獲得してからは彼を中心としたチーム作りを推進した。同夏にも UEFA インタートとトカップに出場すると決勝で SC 平連平ンを破って優勝し2003から04シーズンの UEFA カップ出場権を得た。 シーズン途中には南米の地升マヌエル・ペジェグリーニオ・招兵。UEFA カップが主要なお欧州カップ戦へのデビューの機会となり AS ・ローマやセルティック FC に勝利した。結果的に優勝するバレンシア CF に準決勝で敗れたものの初出場でベスト4となりリーグ戦では8位となった。2004年夏には3年連続で UEFA。 インタートとトカップに出場し、決勝ではアトレティコマドリードを PK 戦の末に、破って優勝し、UEFA カップ出場権を得た。UEFA カップでは準々決勝で、AG に2試合合合計2から3で敗れた。同シーズンのリーグ戦は3位で終え、UEFA チャンピオンズリーグプレイオフ出場権を獲得。25得点を積み上げた、新戦力のディエゴ・フォルランが、 特典王のタイトルを獲得した。2005年夏には、リケルメの完全遺跡での加入が決まり、UEFA チャンピオンズリーグで初出場にして、ベスト4まで勝ち上がる、大旋風を巻き起こした。2005から06シーズンの UEFA チャンピオンズリーグプレイオフで、エバートン FC を破って、本戦グループリーグ出場を決めると、同大会常連クラブの居並ぶグループリーグで、 マンチェスター・ユナイテッド FC 相手には2分、ラスック・リール・メトロポールと SL ・ベンフィカ相手には1勝1分ずつの成績を残し、グループリーグを6戦無敗で終えた。アウェーでのベンフィカ戦勝利によって、ビジャレアルが、首位、ベンフィカが2位で、決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメント1回戦では、レンジャーズ FC と対戦し、2試合合合計3から3、であったが、 アウェーのアイブロックススタジアムで2から2と引き分けていたことからアウェーゴールルールで勝ち上がりを決めた。準々決勝ではインテルに2試合合計2から2で引き分け、やはりアウェーゴールルールで勝ち上がりを決めた。準決勝ではアーセナル FC と対戦したが、ディフェンス陣に怪我人が続出しており、主審による疑惑の判定などもあって、ハイベリーで行われたファーストレグを0から1で落とした。 ホームで行われたセカンドレグでは、試合終了間際に PK を得たが、リケルメのキックが、当時10戦連続無失点記録という、チャンピオンズリーグ史上最長記録を更新したチームの、最後の取り出で、ドイツ代表の守護神に君臨するイエンス・レーマンに、止められ、0から0の引き分けで敗退が決まった。アーセナルは、パリで行われた決勝で、FC バルセロナに敗れている。ビジャレアルは、 リーグ戦では7位に終わり、UEFA インターとトカップの出場権を得るに、とどまった。2006年夏の UEFA インターとトカップでは1回戦で、NK、マリボルに敗れた。ホームでのファーストレグを1から2で落とし、アウェーでのセカンドレグは1から1の引き分けに終わった。2006から07シーズンは、リケルメと首脳陣の対立による混乱によって成績が、 低迷するが、脱力ケルミを図ったシーズン後半からは復調。クラブ新記録となる8連勝を記録し、リーグ5位でシーズンを終えた。2007から08シーズンは序盤戦で暫定ながら、首位に立つなど好調を維持し、最終的にはバルセロナを抑えて、クラブ史上最高の2位となった。また、UEFA カップでは、ベスト32に達した。プレーオフでは、 FC バテ、ボリソフを破り、本戦グループリーグでは、アッコフ・フィオレンティーナ、ムラダー・ボレスラフ、イフ・エルフスボリ、エック・アテネ FC と同居したグループ C を無敗で、首位通過した。決勝トーナメント1回戦では、結果的に優勝する FC ゼニとサンクト・ペテルブルクと対戦した。パベル・ポグレブニャクのゴールによって、ロシアでのファーストレグを0の1で落とし、 エルマドリガルでのセカンドレグには2から1で勝利したもののアウェーゴールルールでゼニトが勝ち上がりを決めた。2008年スペインサッカー史上初の女性監督としてヨーロッパサッカー界に話題を呼んだ日本人の佐伯ユリコが育成部スタッフに就任。2008から09シーズンは CL の決勝トーナメント1回戦でパナシナイコス FC を破るが準々決勝でアーセナルに敗れ 同大会はベスト8、リーグ戦は5位で終えた。しかし、2011から12シーズンは、当時財政難だったこともあり開幕前に、サンティ・カソルラ、ジョアン・カプデビララ主力が移籍した。特に、カソルラが移籍した時は2000万ユーロも得たが、その2000万ユーロの資金を活用して獲得した、新戦力もフィットせず、さらには、ジュゼッペロッシが、 右膝の全十字人体断裂で、シーズンの大半を棒に振ったのを筆頭に、マルコス・セナやニューマール等の主力も怪我に泣いた。この状況下で不運にも SSC ・ナポリ、マンチェスター・シティ・ FC、バイエル・ミュンヘンラと同組になる、いわゆる死の組に入った UEFA チャンピオンズリーグと並行して戦わなければならず、案の定6戦全敗を喫すると、 国内リーグでもチームは勝ち点を積み上げることができず17位に低迷した12月末にファン、フアンカルラス・マリードを免職にし、公認に当時 B チームを率いていた、ホセ・フランシスコ・モリーナを昇格させるが、その後の11試合で3勝しか上げられずに、モリーナをわずか3ヶ月で解雇。1シーズンで2度も任を解かれるという異常事態に発展しおさすなやら、 コルーニャを残留させたことのあるミゲル・アンヘル・ロティーナを招聘するが、ラスト11試合で3勝5分3敗と3度、思う様に勝ち点を稼ぐことができなかった。広角争いに加わったことのないメンバーが大半を占めていたチームにとって、精神的な弱さは致命傷となり、試合終盤に失点を食らって取りこぼした勝ち点は、多く、アウェーで3勝しか上げられなかったのも痛かった。 最終節では、残留を争っていたラージョ・バジカーノが後半、ロスタイムに得点を挙げて勝利し、ビジャレアルはアトレティコ・マドリードに敗戦したために18位となり、13シーズンぶりの降格が決定した。2012年6月6日、新監督への就任が決定していたマヌエル・プレシアードが、心臓発作によって休止した。また、降格に伴って、ボルハ・バレードや、 ニューマールなど多くのスター選手がクラブを離れてしまったもののオファーを受けながら真っ先に残留を表明した首相のマルコスセナを筆頭にプリメーラ復帰のためチームに残る選手も多く存在したセグンダでは序盤こそ上位につけるも徐々にリズムが狂い始めた第21節で7位に順位を下げると監督解任を決定2013年に入って マルセリーのガルシア・トラル監督に率いられたチームは、後半戦でわずか2敗という成績を残し、最終節では勝ち点で並ぶドアルメリアをホームに、迎えて1から0の勝利。2位でシーズンを終え、1年でプリメーラ復帰という目標を達成した。2017から18シーズン、スタートにつまずき、フランエス・クリバ監督を解任し、B チームを指揮していたハビエル・カジハ監督を、 トップチームに招集した。就任後は芝叩く間にチームを掌握し、初陣となった、エーバル戦で、セドリック馬幹部が、ハットトリックを決め3から0と解消した。2月に調子を落とすが、33節のレガネース戦から復調し、結果、18勝7分け13敗のリーグ5位で、シーズンを終えた。2020年7月23日、 うなえめりのトップチーム監督就任を発表。さらに久保武夫がレアルマドリードからのローン遺跡で加入したことで話題となった。第二次世界大戦前のユニフォームは白色のシャツと黒色のパンツであり、よく知られた黄色いユニフォームの起源は1947年まで遡る。新シーズンを間近に控えたある日、会長の息子がバレンシアのスポーツ店に立ち寄ったが、 ユニフォームの在庫が黄色しかなく仕方なく黄色いユニフォームを買って地元に帰ったことがユニフォームカラー変更のきっかけである。選手たちは黄色のシャツに関してはクラブにうってつけであるとしたが黒色のパンツは好まず会長の息子がカステリオンまで赴いて白色のパンツを人数分購入した。その後選手たちの投票によってパンツが青色に染められた。この後しばらくは 黄色のシャツと青色のパンツという組み合わせが続いたが、2003から04シーズンに、黄色のシャツと黄色のパンツという組み合わせに変更された。アウェイユニフォームにはしばしば濃紺色が使われる。2005から06シーズンから2010から11シーズンまでは、カステリオン空港が胸スポンサーであったが、2011から12シーズン以降は胸スポンサーがない状態が続いている。 かつてはプーマがユニフォームサプライヤーであったが、現在はジョマがユニフォームを製造している。ユニフォームカラーの黄色からビートルズの曲にちなんで、エルサブマリーのアマリーリョあるいはサブマリンズの愛称を持つ。この愛称は1967年から用いられている。なお、ホームスタジアムのエスタディオデラセラミカの屋根も黄色に塗られている。アンダルシア州のクラブ。 カディス CF もイエローサブマリンという愛称を持ち、どちらが本当のイエローサブマリンであるかが話題に上ることがある。2001年10月26日にグロゲという名前のマスコットが公式に発表され、12月13日に地元の12歳の少年によって名付けられた。黄色いユニフォームを着た大きな体育と潜水艦の形をした水色の頭を持っている人型のマスコットである。 グロゲという名前は何かに由来するものではないが、クラブやファンそのものの相性にもなっている。地域的な理由により、同じカステリオン県に本拠地を置くシ d カステリオンに対して長い間ライバル意識を抱いている。また、2000年代以降は、ビジャレアルとバレンシア CF が、バレンシア州内における最も競争力の高いクラブであることから、バレンシアもまたライバルである。彼らとの対戦は、 現地で、デルビー・デラ・コムニタ、日本では特に、バレンシア州ダービーと呼ばれる。最大得点差勝利は5点差であり、過去に3試合で達成している。1998から99シーズンのセグンダ、ディビシオンにおけるド・サラマンカ戦、2002から03シーズンのプリメーラ・ディビシオンにおける、セルタデビー5戦、2009から10シーズンの、プリメーラにおける CD テニリフェ戦である。 一試合最多得点は6点であり、2003から04、シーズンのプリメーラにおけるホームでの羅針、サンタンデール戦で達成している。アウェーでの最大得点差勝利は2000から01、シーズン2、プリメーラにおけるドラスパルマス戦と2004ゼ05、シーズンのプリメーラにおけるレアルソシエダ戦で達成した4点差である。1997-98、1999から00。 2012から13、1969から、72003、2004ラリーが2020から21シーズン基本フォーメーションゴメス23アルカセル17、モレノ7トリゲロス14パレホゴイボーラ10、ペドラサ24トーレス4アルビオル3ガスパール、ニアセンホイチ2021年1月30日時点、カッコ内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権、星印は、 EU 県外選手を示す。監督インアウト詳細は、ビジャレアル CF の選手一覧を参照その歴史のほとんどを株リーグで過ごしてきたため、代表における主要国際大会に出場したビジャレアルの選手は少ない。ドイツで開催された 2006FIFA ワールドカップには、スペイン代表にブラジル出身のマルコス・セナが、メキシコ代表にアルゼンチン出身のギジェルモ・フランコが、 アルゼンチン代表に、フアン・パブロ・ソリンとフアン・ロマン・リケルメが選出されて、出場した。スイスとオーストリアで共催された UEFAU ロ2008には、スペイン代表に、ビジャレアルから3人が選出されて、優勝を勝ち取っている。セナとサンティ・カソルラとジョアン・カプデビラである。その他には、トルコ代表にニハと、カフベジが選出され、ベスト4に達している。 2009年の FIFA Confederations Cup 2009のスペイン代表メンバーにはカプデビラ、カソルラの他にディエゴ・ロペスが選出された。南アフリカで開催された 2010FIFA フフワールドカップでもスペイン代表が優勝したがビジャレアルからスペイン代表に選出されたのはカプデビラのみであった。ウルグアイ代表にディエゴ・ゴディンが選出されてベスト4となりブラジル代表に ニューマールが選出されてベスト8となった。2004年から2007年までビジャレアルに在籍したウルグアイ代表のディエゴ・フォルランは同大会で最優秀ゴール賞と最優秀選手賞を受賞した。UEFA ユーロ2012に出場したスウェーデン代表のオロフメルベリは大会後にビジャレアルに加入した。1977年に セグンダ・ディビシオン B が3部リーグとして創設され、それまで3部リーグであった、テルセーラ・ディビシオンは4部リーグとなったセグンダ・ディビション B 創設後、セグンダ・ディビションは、セグンダ・ B との区別のために、セグンダ・ディビション A とも呼ばれるフォルランは、得点王のタイトルを獲得した。ありがとうございます。